石垣や今村は沖縄県石垣市にある古民家を中心とした野外博物館。日本最南端活災生誕のテーマパークでもある。1981年に名古屋鉄道株式会社が八重山民族園の名称で開業。2003年にウエチグループ参加となり、新たにあやパに株式会社を設立して運営を行う。2008年までに4件の古民家が移築。 復元されたのをきっかけに、同年10月1日に延命を、現在の名称に改めた。なお、2013年3月7日には、新石垣空港に、あやぱに株式会社によって、八重山蕎麦門店、八重間村が開業している。ラムサール条約登録湿地、名蔵、アンパルに隣接しており、メクラアンパルの登録域内に伸びた、ウッドデッキに沿って、マングローブや、 そこに住む、ベニシオマネキ、沖縄白線シオマネキ、南トビハゼ、天然記念物のセマルハコガメ等の生物を観察することができる。園内には、八重山諸島の古民家が一区保存されており、それぞれの民家では参戦の演奏、シーサーの着色、サーターアンダーギー作り、琉球衣装での撮影などが体験できる。また、水牛地、カンムリワシ保護、ゲージ、 リスザル園があり、リスザル園では飼育している、リスザルに園内で販売されている、専用の餌を与えることもできる。牧指定、森立、大浜邸、千社場邸、牧指定、森立、大浜邸、千社場邸の4件が登録有形文化財に登録されている。カンムリワシの4名当園にはカンムリワシ保護ゲージが設けられており、沖縄県の 小病や成長中保護使用ボランティアとして、交通事故などにより保護されたカンムリワシのリハビリを行っている。2008年5月11日からは、ヨンナーと名付けられたオスのカンムリワシ1羽が一般公開されている。この個体は2007年3月に交通事故にあって、イリオモテ島で保護され、同年9月から島園で飼育されているもので、 野生復帰は無理と判断され修正使用されることになった。八重山地方で飼育中の個体が一般公開されるのは初めてである。なお、八重山地方以外では沖縄市の沖縄子もの国で緊急保護されたカンムリワシが一般公開されている。ありがとうございます。